どうも、新チャンネルです。今日もナッシュと一緒にヨーロッパのファイナルカウントダウンを語りたいと思います。どうぞナッシュよろしく。おっす、新チャンネル。はい、今回のねヨーロッパなんですけれども、1979年にですね前身バンドを結成されまして、そして1983年にデビューするという時にヨーロッパというバンド名になりましてですね、始まったんですけども、この今回は3枚目、ファイナルカウントダウン、これがですね1500万枚売り上げたという、もう驚異的に、これでもうドッカーン、ヨーロッパドッカーンみたいなとこに行きましてですね、このメンバーなんですけども、ボーカルジョイ・テンペスト、ギタージョン・ノーラン、ベースジョン・レビン、キーボードにミック・ミカエリ、そしてドラムにイアン・ホーグランド、そういうこのバンドで驚異的なアルバムを作ったという、でそのアルバムの1曲目、ザ・ファイナル・カウントダウンなんですけども、日本でもですね、いろんなスポーツ番組とか、はい、国に採用されてたりとか、そのスポーツ選手の入場曲だったりとか、テーマ曲に選ばれてたりとかで、結構だからメタルとか関係なくても、どっかで一度は聴いてるだろうっていう、これちょっと、これ聴いてみましょうか。はい。はい、聞いてもらいました。全部シンプルですよね。そう、シンプル、ギターも歌も歌詞もですけど、歌詞もそう、コード進行も、はい、そこの間にと言っていいのか、そこが主役なのかっていうキーボードのフレーズが、もう印象的に、一回聴いたら覚えるだろう、なんかループしちゃいますよね。そう、これがこの曲インパクト絶大ですよ。これきっかけで売れた、売れてもう大ブレイクっていうところで、喜ばしいことなんですけど、はい、ジョン・ノーラン脱退、これバンドあるあるなのかもしれないんですけど、キーボードがフィーチャーされてロックなのかみたいな、あ、ギタリスト的にはあるんだよね、なんか気持ちわかるっていう、あのやっぱ時代もあったと思うんですけどね、シンセがこう発達してきてた、電子的な音がフィーチャーされ始めた、産業ロックって言われたりとかね、いう時代もあったりするようなとこに多分ぴったりハマったんでしょうね。この3枚目が出る前はもっとこう攻撃的なギターは、これもうギターをフィーチャーされて、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。この曲が大ブレイクして、いろんなテレビ番組に出演したりして、まあ、ちょっとアイドルっぽいようなポップなんじゃないかっていう仕事が増えていくのが嫌だったらしいというインタビューで語っているそうです。まあなんかロックギタリストなんですよ、ただそのロックギタリストのジョン・ノーラムがそこでは炸裂してる。はい、聴いていただきました。めちゃくちゃかっこいいソロなんです。これなんかリズムがちょっとわからなかったんですけど、どんなリズムで弾いてるの？これね、当時もだからいろんな譜面あったりしたんですけど、はい、全然その通り弾いても合ってない。譜面嘘つき多いですからね。そう、まあ当時だからもあるんですけど、はい、この辺だけ弾いてればいいみたいな、よくわかんないから、譜割りが。それできっちり、じゃあなんか16分なのかとか、でも合わないんですよね。これね、間に32分入ってて16なんですけど、タンタンタカタンタンタカ、そうそうそう、こうなってんすよ。でもそれあのスピードでできますかっていう、なんか速すぎてわからなかったんですよね。普通にストレートには弾いてないだろうなっていう感じはしたんですよ。そうですよね。だから全体的に雰囲気でノリはそれでいいんですけど、ノーラムはこの3つの音をプリングが間に、難しい。これピッキングは新さん今あのエコノミーでやってますけども、本人ってどっちやってる？本人どっちなんでしょうね。自分は16部でオルタネートではできないです。気になりますね。これちょっと本人にあの確認した人、ぜひコメント欄で教えていただけるとありがたいな。
この時86年なんで、ジョン・ノラムは1964年ぐらいなんですよ、はい、発売の時に21歳。やばい、バケモンですね。実はこれ、まあ、生まれはなんかノルウェーで、すぐ1歳の時に移住っていうかね、はい、して、まあ、スウェーデンになるんですけど、スウェーデンといえばイングベイ・マルムスティン、マルムスティン先輩、実は同級生っていう説がある。ジョン・ノラムは64年の2月生まれ、うん、でイングベイ・マルムスティンは63年の6月、同じ学年ですよね、これね。話によると、はい、お互いの家に行ってギター弾きまくったりしてた話があります。このヨーロッパのねボーカルジョイ・テンペスト、イングベイはジョイ・テンペストをバンドに誘ってたっていう話もあるんですよ。その後にそれぞれでいろんなメンバー変わったりはあるじゃないですか。ヨーロッパの前身バンドにいたベーシストが実はイングベイでもベースを弾いてるとか、そのベーシストがジョン・ノーラムの後々ソロアルバムで弾いてくれてるとか、結構だからこういろいろ被ってるんですよ。はい、そしてこのソロのオケのこの後半ね、ここのねブルースプレイがめちゃくちゃかっこよくないですか。ペンタトニックなんですけど、B マイナーペンタトニック、 B マイナー、そうそう、この B マイナーペンタトニックで、さっきまでも曲のキー自体は F シャープマイナーじゃなかったです。そうなんですよ、これね僕もね今回研究して初めて気づいたんですけど、これ実は転調してんだよね。ギターソロないで転調してるんですか。ギターソロ転調したか分かんない感じなんですけど、全然分かんなかったんですよ。曲ももちろんほら、じゃーん、テレレーデュー、テレデッテッテー。これもう完全に F シャープマイナーですっていう。なんですけど、これ、で、キーに行きました。で、ドラムソロがどん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 。はい、ギターソロ行きます。はい。B マイナー。B マイナーにね、普通に行ってんだよね、キーが。B マイナーもともとね、このキーにもあるんで、ね、別に転調に聞こえないんだけど、実は転調してたというふうに、B マイナースケールであのソロはできてるんです。じゃあ、その B マイナーにしかない音階を踏んでるってことですよね。そうなんです。完全に踏んでます。シーケンスフレーズのところで踏んでる。そうです。最初 B マイナーのトライアド、3番を。このポジションから次このパターンに行った時に G 音出てくるんで、うん、あ、これはもう B マイナーのキーに転調してますね。そうですね、 F シャープマイナーには G が出てこないです、ね、そう、 G の音は出てこないので、 G シャープじゃないといけないのが G なの。ああ、B マイナーなのか、かっこいい、転調してたのか、しかもナチュラルにやってますね。そう、ナチュラルに。で、この後半のフレーズ、ペンタトニックが、ここ。うわ、もう大人なプレイ。やばいでしょ、このフレーズが。で、まあ、どうやばいのかっていう話なんですけど、ペンタトニックって知ってる通り5音なんですよね。これ B マイナーのペンタトニックですけど、ここで、彼のフレーズがものすごくかっこよくて、まずこのドリアンと言われる音になるメジャー6の音、これが、おー、浮遊感ある。そして6度とフラット5、こうやって弾くんですよ。すごくないですか、この音使い、かなりやばい。最初のシーケンスフレーズと逆の、そうね、真逆で、そうそうそう、感じですよね。なんかこれはある意味なんか LA メタル的というか、タッピングですかっていうような感じのね、こういうフレーズ、まあ多分あの当時流行ってたフレーズだと思うんですけど、こういうのに対して32分入れながらオリジナルにし、そしてこの締めくくりで逆のかなりブルージーなフレーズ入れて、ジョン・ノーラム深さっていうか、すごいところじゃないかな。そういう早弾きとか、もちろん多分イングベイからの影響もあって、そういうテクニカルなものもありながらのゲイリムは好きだとかね、話がやっぱりあるんで、やっぱりそういうブルージーなかっこよさは絶対ロックギターに必要だろうっていうのをここで決めてくる、ドリアンとフラットファイブの音を入れてくるフレーズ、自分的にはもうこのフレーズ焦点するとこです。なるほど、はい、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。
いいなと思った方、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。